の6人組ボーイズグループボインエクストドールの最新アルバム 19.99 が初週 13.4 万枚を売り上げ、9月17日発表の最新オリコン週間アルバムで初登場1位を獲得。これで2024年4月29日付で前作ハウが1位を獲得したのに続き、2作連続、通算2作目の1位獲得となった。なお、初週売上 13.4 万枚は、2024年4月29日付で記録したハウの 7.7 万枚を上回り、自己最高を記録。また初週にして、ハウの持つ自己最高累積売上も超えた。ボインエクストドールは、隣の少年たちという意味を持ち、親しみやすく、自然な魅力で、人々の心に寄り添っていくという意味が込められている。作は、20歳を迎える、直前の時期を 19.99 という数字で表現。実際に20歳前後のメンバーが、楽曲制作に参加し、10代と20代の境界に、立った率直な考えと悩みを盛り込んだ作品となっている。クレジット、オリコン調べ、2024年9月23日付、集計期間、2024年9月9日から9月15日。